昨日思いついてね、頭に、アクションカメラをつけて、で、マウスシールドに、マイクをつけるといった形でね、手ぶらで、撮影ができるという状況になったんで、それを使ってね、薪をね、昨日、おとついかな、薪をね、ちょっとね、いろいろとね、掘り出したんでね、その薪を集めるのに、集めてみようかと。こんな感じでね、薪をね、こういうね、枝、こういうのをね、あちこち敷き詰めて、枯れるのをね、待って、で、それを、これなんかもね、まだ青いんだけど、これもそのうちね、枯れれば薪として使うんだけど、そんなようなね、薪をね、どんどん燃やしていけば、というかそういうのを燃やさないとね、焚き火は楽しめないと。こういうのをね、あててててて、結構トゲのある、枝があったりするんでね、そういうのは気をつけないと、まだ流血はしてないみたいだけどね。全部ね、これ葉っぱの下にね、埋もれていたようなね、枝なんだけども、掘り起こせば枝だけになってね、出てくると。それを薪としてね、使うと。まだね、まだ埋まってるんだけどね、全部は出してないんだけど。まだ風が強いんでね、今日は焚き火日和ではないんだけど、だいぶ収まってきたかな、それでも。あとここにもね、出してね、置いたの。剪定した枝をね、敷き詰めておくと、それを踏んで、何日か経つと、こういうふうにね、葉っぱが取れて枝だけになると。その枝だけになったやつをね、薪として使うと。全然葉っぱも燃やしてもいいんだけど、基本的に葉っぱはね、堆肥。葉っぱは堆肥にして、枝はやっぱり腐るのに時間がかかるんでね。枝は燃やすというようなね、感じでね。あ、いててて、トゲが、
トゲがある枝はね、もうそのまんま突っ込んじゃう。こうやってちょこ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 ね、庭いじりをしてるっていうのが、まあいい運動になると。ただ歩くよりもね、こういうふうにかがんだりね、しゃがんだりね、するんでね、結構これがね、腰にくると。あと太ももにもね、こんな感じで、薪をね、とりあえず昨日出したやつを集めたんでね、まあこういう、これはね、これね、これ白木蓮の枝ね、こういうのを使ってこうやってね、ほじくって、まあいろいろと枝も、芽も出てるんだけどね、それでさっきみたいにね、枝を、まあ枝があったらそれを出すと。ここに枝がある。ここなんかもね、まだねやってないんだけど、葉っぱが落ちきってないけど、まあこういうのもね、落ちきる前でもいいんだけど、まあだんだんと順番に、燃やしていくと。これは風船カズラね、風船カズラ、まだね風船の種がついてるんでね、燃やせないけど、まあ最終的にはこれも燃やしちゃうと。庭の中で、木を剪定して、その木で焚き火をしてお湯を沸かすと。うまく循環してね、回るようになればね、いいんだけど。まあ要するに、ある程度木が本数がないとね、そういうわけにいかないんで、木の本数もなきゃいけないし。で、まあ葉っぱはね、堆肥にして。均等にね、均等にしていって、まあ、この辺りが難しいところなんだよね。均等にしたらいいものなのか、こっちはね、今一回もう全部ね、きれいにね、取っちゃった。あとこういうね、トングがあればね、トングっていうのかな、これなんて言うんだろう、よくね、焚き火するときに使う、こういうのがあればね、これでね、やるのもいいしね。風船カズラの風船だらけ、種だらけ。この辺りはもう多分かなり
かなりいい土、黒土ね。もうその、なんちゅうの、腐葉土だと思うね。これはまた何かね、植えたりするときのね、プランターの土にしたりとか、すればいいんじゃないかなと思うんだけどね。燃やすものは燃やして、土にするものは土にして、まあ昔の里山的な考えなのかな。まあ僕はその昔のね里山っていうのをね、まあ使ってたわけじゃないから、まあ聞いたりね、したようなことをね元にして考えてるんだけども、こういうのもね、まあだんだんと燃やして、燃やせるものは燃やしちゃうと。だいぶね、あのこうやって要するに、用途を分けていくとね、だんだんと庭がね、すっきりしてくると。で、まあこの踏むっていうのもね、実はすごくいいと思うんだよね。まあこういうところにどうしてもね、かなりね、虫がね、こういう落ち葉の中にね、虫がたまるんで。踏んでも虫は死なないんだけどね。よし。あとここに残ってるくらいかな。まあ、こんな感じでね、冬の間、少しずつね、整理して、だんだんとね、春に向けて、お、常備滝。すっきりしてくると。あとは裏庭の方もね、いろいろとね、すっきり。これなんかももうね、椿だったっけ、そうだよね、椿油の椿枯れちゃったんでね、これももう薪だね。あとあとね、これは、これね、サツキの枝。これなんかももう薪にしちゃっていいんだけどね。こっちもだいぶすっきりしてきた。松がまだ残ってるけどね。松も結構ね、燃やすとね、いい感じにね。まあ、どうしても足の踏み場がないとね、いろいろ作業がね、しづらいんでね、まあ一応こういうふうにね、足の踏み場を作ると、枯れたね、葉っぱでね、まあ、要するに芽が出づらくすると。出ちゃうんだけどね、結局はね。出ちゃうんだけど、まあ、出にくくすると。あった方が出にくいかなと思ってるだけなんだけどね。で、他のところはね、こう、みょうが畑でみょうがが出てるんでね、今のところね、去年まではね。まあ、今年もみょうがが出ると想定すれば、あまり、葉っぱがない方がね、みょうが取りやすいのよね、見つけやすいというか。これはウコンね。ウコン。